足踏んどんちゃうやろな。普通のジャズの曲やとアドリブは要は尻尾の楽器が目立つように1本ずつ回し入れてるんだけど、アドリブがめちゃくちゃに増えていくね。1本ずつ重なっていくね。だから違うコードは一緒なんだけど、違うメロディーがうわーっといっぱい入ってきてぐじゃぐじゃになって、また1本のメロディーになってっていう曲になってるので、ね。実は3回目のキーパーソン、僕が考えているのは2人いまして、1人は、バリトンサックスのカナミです。低音部分ですね、を、ボリューム2の時から少し頼り始めたバリトンサックスをもうちょっと前に出したいなって。やはり演奏が何曲か続いた時にすごく表情とかに疲れが出てしまうっていうのを後から映像を見てすごく思ったので、例えば3曲4曲続いたとしても最後までしっかり笑顔で踊れるような体力を身につけることが今の私の課題だと思います。めちゃくちゃ緊張します。なんやろ、あんまりバリトンサックス学生高校時代とかもソロを吹く機会が少なかったので、すごい今すごいめっちゃ貴重で楽しい体験させてもらってるんですけど、やっぱりめっちゃ緊張して、家で練習してた時は
回るのに、皆さんの前で練習で吹くってなったらめっちゃ緊張して分からなくなっちゃったりしちゃいます。でもう一人はあのクラリネットの、ユイです。彼女をフューチャーした、ボリューム2の曲がすごく良かったので、あれにしっかり磨きをかけていきたいなって。